っていう名前の駅弁になります。はい、こちら昔は元祖タイルシとかね、タイルシっていう名前で古くから通用されている駅弁になります。タイルシですね。はい、でこの木箱を開けるとこんな感じ。どれもパッケージもいいですね。おー、タイの押し寿司ですね。はい、はい、最初時代にこの駅弁が必要になった時に駅弁として売っておられた。当時この鶴川にはタイがいっぱい出てた。これ初代みたいなこと、ね、でこれがこの、まあ、駅弁ということで、車内で食べやすいようにある工夫があるんです。一つは、お昼寝なくても食べられるということで、タイの味付けがうまい感じになっているんですけど、あとこれ、12切れに縦横にカットしていて3センチ台ぐらいかな、まあ、正方形なので、まあ、食べやすいサイズになっているので、そのまま箸で作って、じゃあ入っているんです。まあ、いうね、大正時代から、人気で箸の駅弁屋さんが大正時代から出してきて、ずっと今までね、この姿で、ね。うん、最後長野県行きましょうか。地元で長く愛されているところですね。これは塩漬け駅の鶏飯という駅の駅はい、こちら昭和28年から売られている、もう半世紀を超えているメトクラマスです。でこのパッケージを開けるとこんな感じ。はい、ご飯の上に鶏そぼろ、鶏から揚げ、あとは油炒めです。昭和の頃にこれが出たことは、やっぱり信州の野沢菜を食べるんですが、それがすごい話題になってます。信州って絶対食べるもんね、これね。このカレーの唐揚げじゃないんですね。焼き庭さんは駅を運行しているし、駅そば、炊きそばがやってるんですね。ということで、この鶏唐揚げは、そば風で味をつけた独特の甘みなんです。はい、そんな駅弁になっていて、この味と姿と香り、中身が、この鶏唐揚げを調理して、これに対して調理して、パヤさんが言ってください、駅弁が一緒ってのは随分あるんです。